んだ、気のせい。こっちだよ。おバカさん。誰でもいいから両思いになりたいだけ。ねえ、俺にしなよ。そんな男よりずっと優しくするからさ。古くから人のそばにいて小さな盗みやいたずらをしている怪だよ。そんな妄想をしなくても、うん、社には俺がいるじゃん。バラされちった、うん、そんな顔すんなって。前にも言ったろ、俺は七不思議の七番目。人と怪異の関係を正しく保つ義務がある。もちろん社にも手伝ってもらうけどね。花子くん、よーしよしよし。何も言わなくていいから、うんうん、ね。せよ。花子くん、下がってく。さあ行くよ。逃げろ。結び目よし、縄の強度よし、安全確認よし。で、俺思うんだよね。一番上じゃないなら一番下なんじゃないかなって。冗談だよ、もう死んでるし。早速だけど。ヤシロ、ヤシロ、好きだ。俺と付き合って。助手がいて助かったよ。本当の告白じゃなくてがっかりしたんだろう。そして泣き止むまでここにいなよ。なんだよ。別に。なんなんだよ。似合ってるんですか。ってことで、土ごもり、よりしろちょうだい。条件？先輩、くそ、よくも先輩を。カンナギ？俺の助手ってことだよ。あ、そう。いいことじゃない。つまんないよ。なんでこっち見ないの。いたたたたた、見るから。来ない。何の会議だか。花子くん、どうしたの。はい、到着。なんか変な服着てるね。え、変。ちょっと失礼。え、なに、なになに。ずっと謝りたかったんだ。寝てるだけみたいだ。よかった。エロビデオみたいに？そう、エロビデオみたいに。って何言わすんだよ！エロビ？やんないよ！何考えてたの？三つ葉くんと友達だったんでしょ？え、ちょっと、花子くん。ヤシロが急に鏡に吸い込まれちゃって、俺だって寂しかったのにな。ヤシロは寂しくなかったの？それは、とにかく離れて。心配もしてたのに。なんだ、本当に心配してくれてたんだ。ヤシロは俺のことが好きなんだから。
バカだな、ヤシロ。ありがとう。言おうと思ってたけど、ずっと言ってなかったから。俺、女の子に好きって言われたの、初めてだった。こっちだよ。